甲府市立全有館小学校は、山梨県甲府市町、木一丁目にある公立小学校。甲府市中心部のドーナツ化現象による児童数減少に伴い、藤川小学校及び、宅備小学校の2校が統合されたことにより、2011年4月に新設された甲府市の私立小学校である。全有館という公立校ではあまり見られないような校名は、 甲府市の初等教育における歴史が反映されたもので、以下のような経緯がある。1872年10月3日、甲府市中心部にある、横金寿町大宮宮に、全友館と称した学校が設置されたが、この名称は、論語士館の、風刺順前々友人の一部、風刺順順前としてよく人を友府から名付けられた。2年後の1874年、隣接した、 校長に、備学校と名称を変え、甲府市の学校として、正式に開校し、その後、甲府学校、甲府市尋常小学校、甲府尋常高等小学校と、改称が続き、1900年に、甲府城の東側に隣接した藤川町の、甲府大館所跡地に、新しい校舎が完成し、この新校舎を本校と、定め、 甲府市藤川尋常小学校となり、元の校舎を、宅備教場と改称した。こうしてできた、藤川小学校と、宅備小学校の2校は以後、甲府市中心部の小学校として、多くの児童が学び、1980年代前半には、上東地区の南に隣接した浅木地区にあった、甲府監獄の郊外移転によりできた跡地に、 宅備小学校が移転するなどの経緯があったものの、両校とも100年以上の期間にわたり存続し続けた。しかし平成に入り、甲府市中心部のドーナツ化現象により、児童数が減少し、今後の増加も見込めないことから、甲府市中心部の小学校は統廃合議論が行われるようになった。藤川小学校も宅備小学校も地域に根ざした長い歴史のある。 公明だけに、新公明選定には、公平を期すことが求められ、2010年5月、自治会関係者、学校関係者、保護者など40名で組織する、新設公設置推進委員会が設置され、協議が行われた。協議に並行して、交付市民を対象にした、新公明の公募が行われ、応募総数459件。 合計212の進行名案が寄せられ、推進委員会により、上等、全有館、中央、触れ合い、あたごの5つを候補名とした。前述した経緯のように、もともと一つの学校であった、全有館が、約130年余りの歳月を経て、再び一つになる歴史的意義を考慮し、また、全有の論語の意味として、よく人を誘う。 すなわち教師が順序よく人を導いてくださるという教育的観点が込められていることなどから、甲府市教育委員会の提言を経て、同年8月10日、進行名を全有館とすることが決定され、翌2011年4月6日に旧卓尾小学校校舎を全有館小学校として開校した。なお、新しく作られた校歌は、 甲府市出身のシンガーソングライター慎太郎によって作詞作曲され、開講当日に本人により披露された。ありがとうございます。